やあ、せつなけいすけだよ。箱庭の歌やっていくのさ。こんなテンション高いけどな、今回のスタートはそんなシリアス展開やけんな。前回のあらすじ、夏月がまあ突っ込んでいって、涼介の作戦で突っ込んでいって、新世界のメンバーを追い詰めたかと思ったら、この涼介ってそういう展開で終わる。いち早く異変に気づいた夏月が振り返ってこちらに銃口を向ける。おっと、こんにちは。結構人が来よう気がするぞ。今日は低い声がそれを制止した。おっと、あ、このおっさんはさ、ちょっと、おっと待てや、こいつがどうなってもいいのか。わ、よくあるパターンのやつじゃ。アンパンマンでバイキンマンが、バイキンマンですらやるような、そういう悪役としてはよくあるパターンのやつが始まった。今になってようやく自分の状態を理解する。僕は敵に捕まり、パラライザーの銃口をつけられていた。ロウスケ、全員がこっちを向く。僕は驚きと恐怖で暴れることはおろか、身動き一つ取ることすらできなかった。そういうもんや。 RCA の高橋さんもこちらに銃口を向けてくる。おろせって言ったんだよ、こいつがどうなってもいいのか。パラライザーとはいえ、あたりの声が悪ければ後遺症が残るぜ。くっ、パラライザーってなんなん、パラライザーってなんなんや。スプラトゥーンみたいな、そういうインクが出るタイプの、そういう問題じゃない。問題視されないのか。高橋さんがしぶしぶ銃口を下に向ける。僕を押さえつけている男はそれを確認すると、夏月の方を向いた。おい、そこのガキ、そいつが動きながらやるように撃て。な、だと、ブリーチ的な感じ。今のはブリーチ的な感じやけんな、なんだとって、ちょっと間を開ける感じ。早くしろ。そう言いながら銃口で僕の頭をグイグイと押す。グイグイと。いい、遠慮するな。やれ。でも。ちんたらすなよ。はい、黒ガキ撃っちまうぞ。えっ、夏月の銃撃に高橋さんは地面に突っ伏し意識を失った。高橋さーん、全く顔が出てきてない、どんな人かよくわからん高橋さーん。勝手な想像として、趣味が多分パチンコやろうと勝手に決めつけておく高橋さーん。道端で歩いている小学生の幼女とかによく話しかけてそうな高橋さーん。怪人、銃を捨てろ。くっ、早くしろや。別にイリナさんのことは歌んでいいんかい。イリナさんのこと舐めとる。イリナさんは別に気絶させんでもいいってか。しぶしぶイリナさんパラライザーを地面に投げ捨てる。りょうすけ、おい、てめえのだ、さっさと銃を捨てろ。今度は夏雪の方を見て男はそう言った。くっ、ひどいです、チビは黙ってろ、お前も裏切ってんじゃねえや。こんなこと許せるんですか。うるせえってんてなら歌えたいか。ひよこ、やめろ。うどうしよう、このまま夏雪が銃を捨ててしまったら、僕たちは何もできないまま、この男の言うことを聞く以外になくなってしまう。けどこんなんどうやって逆転するんだ。銀行強盗みたいな感じになったんで、身の代金要求してきとる感じになったもん。おとなしくしてりゃ、怪我することなくお家に帰れるんだ、じっとしてろよ。くそ、こうなったのも、間抜けに捕まってしまった僕のせいだ。だったら、怪我をすることになっても、僕はどうなきゃしなきゃ。心拍数が上昇する。体が震える。怖かった。怖くて逃げ出したかった。でも、伊豆木を助けるためには危険を犯すしかない。そう、伊豆木を助けるためには。決心を固め、行動に移ろうとした。その時、なんだ？夏月？え？妙に落ち着いた顔をしている夏月と目が合った。なんで？どうしてこんな時にそんな顔が？その表情を見た瞬間、僕は体の力が抜けた。夏月はかすかに、笑ってる。口の端に笑みを浮かべているようにさえ見えた。それはまるで、任せろとでも言ってるような、そんな顔だ。夏月に何かあるんか？男に気づかれないように僕は小さくうなずく。すると夏月は銃を振りかぶって思いっきりこちらに投げつけてきた。マジ？おっと、
あぶねえな、こいつがどうなってもいいのか。あ、次の週間、夏希は豹変する。うるせえな、殺すてめえ。ええ夏希、お前、伊月を助けに行くあたりからお前だいぶダークサイドに染まっていっきょぞ。お前夏希、そのまま信じられないような大声で吠え始める。とったんじゃされるてめえ、必ずぶっ殺してやる。合図を引きずり出してぐちゃぐちゃに引き裂いてやる。ブラックな強気。うるせえうるせえ、巻き惜しみでできえ声出してんじゃねえ。耳が痛いんだ。殺す殺すぶっ殺す、このゲス野郎が。どんな手を使ってでも手を殺す、必ず殺してやる。絶対にだ。おい調子に乗るなよガキ、マジでこいつを撃つぞ。大変なこと調子に乗ってんじゃねえぞ。手を突き終わったらその時がお前の死ぬ瞬間だ。分かってんだろうな。撃った瞬間にお前の喉を食いちぎってやる。血を吹き出しながら死ねえボケ。ヤクザみたいになってる。夏希ヤクザみたいになってる。別の組織との構想をやってるヤクザの狩猟みたいな感じになってるやん。ブレン追い詰められてヒステリックになっちゃうねえガキ。やべえぶっこいぶってんじゃねえよ。俺は本気でてめえをぶち殺す、絶対ぶち殺す、絶対だ。言ってろ言ってろ、どうせ口が動かせねえだろうが。ぶっ殺すついでに一個てめえにいいことを教えてやる。何いいことって、キャバクラの場所でも教えてくれるんだぞ。ゾキ、ええ、今まで言ったことは全部嘘だ。そう言って夏ゾキが笑顔を見せた次の瞬間、ええ、僕を拘束していた男は鳴り声を上げながら地面に崩れ落ちた。ええ、あ、これあ、もしかして夏月高橋さんに売ったけど、それって演技なん？な、んで、わ、ブリーチや。これも男もブリーチみたいな間の開け方しやがった。調子に乗りすぎたな、バカめ、バカだよねってもう男の意識はない。それを確認して夏月は僕の後ろに視線を送った。留守番しろって言ったのに言うことを守らないやつだな、お前も。歩む？夏希が声をかけた先から足音が聞こえてくる。コナミちゃんが。兄上だって昔無茶をしないよう約束したじゃろ。そう言いながら姿を現したのはコナミさん。まったくもう。いや、コナミちゃんが、コナミちゃん来るやろうなって思っとったけどさ、なんでパラライザー持ってんの？コナミだった。どうして？その手にはさっき夏希が投げ捨てたパラライザーが握られてる。あ、夏希が捨てたやつな。だいぶ遠くに投げ捨てたんだよ夏希。みんなのことが心配でじっと照れられなくてここまで来たんじゃが、足手まといになるかと思ったが来て正解じゃったの。本当やで、まさかの伏兵が出てきた。これに関しては予想外だった。どうだけどうだけ、いや、さすが俺の妹だっせ。夏希が説明を始める。コナミが携帯の液晶に控えてこっちに向かってサインを送ってるのに気づいたな。だから俺はコナミが気づかないようにこっちに注意を向けようと思って叫び続けてたってわけだ。わあ、このグループのメンバーのさ、起点の聞き方といいさ、もう前回のパートからすごいな、この活躍。本当にあの日暮らしの泣く頃に部活メンバー並みの感じやな。もうこの箱庭の歌のグルーヴ VS 日暮らしの泣く頃に部活メンバーっていう、そういう対立を見てみたいな。クロスオーバー、そういうクロスオーバー見てみたいな。コラボせんかな。なるほど、おそらく僕と目が合った時にはもう夏希はこうなることが分かっていたのだろう。それにだってすごすぎるよ。キレて銃を投げつけてきたように見えたが、もうあそこから演技だったようだ。すごいな。僕はといえば、わけもからず、ただ捕まったままの状態で一人震えていただけだ。あの状況下で、冷静かつ大胆に、東堂兄弟は場を収めてみせた。さ、ひずねえを救うんじゃろ？早く行かねば。わ、コナミちゃんの背中がすっごいでかく見えるんだけど、コナミちゃん痩せとる感じの体型なのに。よっしゃ、行くぜみんな。え、少し前まで小学生だったコナミにこんなことができるなんて。
本当にやな。コナミちゃん、このゲームが始まった時からだいぶ成長してきとるな。本当にこいつらは中学生か。僕もイーナさんと全く同じことを思わずにはいられなかった。大人顔向け、顔向けじゃないわ、顔負け。あ、ラスボス来たな。ラスボスクリスさん、山頂手前、東堂クリスさんたちに追いついた。イズキ大丈夫？イズキを背負っているクリスさんは30代ぐらいの男の人と一緒にいた。僕たちに気づき、こちらに振り返ると男の人は拳銃を構えてこちらに向けた。本物か。今まで戦闘員が使っていたパラライドとは違う本物の拳銃のように見える。場に緊張が生まれる。ナズキンをパラライザーを構えて応戦の構えを取る。するとクリスさんが一歩前に出て男の人を制した。銃を下ろしてください、俺が話します。なんだお前、ネゴシエーションする気か。この用語に及んでネゴシエーションする気か。お前らこっちが追い詰めとること分かっとんだろうな。しばらくの沈黙の後、クリスさんの言葉に従って男の人は銃を下げる。それを見て夏雪もパラライザーを下に向けた。なあ凌介、俺を信じてくれないか。え、伊豆木を背負ったままクリスさんは僕の方をじっと見つめてくる。今までない真剣な顔つきだった。牧田伊豆木はこのままじゃ相当くないうちに自分で命を絶ってしまうだろう。だから俺は責任を持ってこの子を管理して、そしていつか絶対に助けてみせる。俺の生涯を費やしたって。この子がこの島に帰ってこられるのはずっと遠い先の話になってしまうかもしれない。だけど必ず俺はこの島に帰すから。だからやり方が乱暴なんだよ。だからってなんで伊豆木をさらう。俺のことを信じて牧田伊豆木を俺に預けてくれないだろうか。苦しんでいるような悲しんでいるような、だけど決意のこもったそんな表情。言葉はどこまでも真剣じゃないな、なんて読むこれで、偽りは一切感じられなかった。誰がそんなこと信じるかよ。伊豆木をそんな状態にしたのはあんたたちだろうが。夏雪、怒りをあらわにする夏雪をなだめ、僕はクリスさんを見つめ返す。クリスさん、僕はあなただったら信じてもいい。凌介？クリスさんの優しいところ知っておけな、凌介は。だって僕はクリスさんが本当に真剣にたくさんの人を助けようと必死で、そして誰より悩んでいることを知ってるから。凌介。でも、伊豆木を任せることはできません。そりゃ仲間やけんな。クリスさんのことは信頼できても、その周りにいる人たちまでは信頼できませんから。今、伊豆木があなたたちの手の中にいる。そうなってしまっているのが、もうダメなんです。そういうことをしてしまう人が周りにいるっていうのが、ダメなんです。クリスさんは優しいってことわかる。けど、新世界のやり方が汚いんじゃ。伊豆木をさらってさ、クリスさんも不本意でやっただろうに。僕はクリスさんの考え方に賛同するし、僕にできることだったら協力だってしたい。でも伊豆木は返してください。伊豆木は大事な僕らの友達です。このまま連れ去られるわけにはいきません。僕の言葉にクリスさんはうつむき、しばらく黙っていた。連れ去られるわけにはいかない。今この状況でお前たち何ができるってえんだ。手元の銃を震わせながら男の人が怒鳴り散らす。RCH が保護しようと、こっちが保護しようと、扱いは変わらない。だったら人類を救うためには私たちに任せるべきだ。悪いようにはしない。人類を助けるためにこの少女は必要だ。この少女がいなければ人類が滅びると言ってもいい。それでもお前たちは返すというのか。人類よりも自分たちの気持ちを優先するというのか。なんだこの人、この声。きっとこの人も人類を救うために必死になってどうにかしたくて今ここにいるのだろう。世界からしてみれば、もしかしたら僕たちの方が悪役かもしれない。それでも伊豆木を渡すわけにはいかないから。だから僕はただクリスさんのことを見つめ続けた。なんだクリスさん。岸田さん、すみません。黙っていたクリスさんは一言そう言うと背負っていた伊豆木をその場に下ろし地面に座らせた。クリスさん、
クリストファー、どういうつもりだ。ひよこ、お前はこの子を助ける手段を思いついたんじゃないのか。え、うん。でも、早くしないと間に合わなくかもしれない。そうか。なんでわかったの？飛び出していた時のお前の顔を見てなんとなくな。そう。血が繋がってない。腹が違うとはいえ、兄弟やなって思う。クエさんを振り返り、岸田という人に向き直った。この子は今だったら元に戻せるかもしれません。だったら俺はこの子をこのまま連れ去ることはできません。そのはっきりした口調に岸田さんは困惑の表情を浮かべていた。分かってくれたんやクリスさん。何を言ってんだお前まで。元に戻せる。だからなんだ。この子がいなければ人類を助ける術はもう見つけられないかもしれないんだぞ。そうかもしれません。でももしこの子を犠牲にして人類の救済できたとしても、俺は胸を張って生きていることができないと思うんです。だって助けられる子ですよ。この子は手遅れじゃない。だったら犠牲にしていいわけがありません。私たちは誓ったはずだろ。どんな犠牲を払うことになっても人類を救うと。分かってます。でも僕の方から何かの音が聞こえてくる。この音、ヘリだな。ああ、予想通りヘリで来たんだ。ひよこの言った通り。音は次第に大きくなっていき、ヘリコプターのライトが僕たちを照らし出した。俺たちだけで帰りましょう。クエさんは座らせていたイズキをまた抱き起こすと、こっちに向かって歩き出す。バカな、バカな、バカな、ふざけるんだな。あ、くわ、クリスさん、クリス、クリスさん。今のクリスさんとかクリスって言うた瞬間、なんかバイオハザードをちょっと連想させたぞ。岸田さんはあろうことか仲間であるはずのクリスさんを撃ち抜いた。岸田さんはもうこの考えに反対だというのが、なぜか急いでプラライザーを構える。しかし岸田さんは銃口伊豆の方に向けていた。銃を下ろせ。お前もその集団か。お前もその手で行くのか。くぅ、エツザ。苦い顔でナズイがプラライザーを下に向ける。さらに岸田さんはそれを投げ捨てるように言い、ナズイがしぶしぶそれに従った。岸田さんは伊豆に歩み寄り、抱き起こして肩に抱えた。ヘリコプターからロープが下ろされる。すまないとは思う。許せとは言わない。だけどこうしてくれば世界に未来はない。ヘリコプターから岸田さんたちの仲間だろうか、一人の男の人がロープを伝って降りてくる。この女を先に乗せろ。その後にクリスも連れて行く。しょうもない奴だが、こいつの頭脳は俺たちは必要だ。クリスさんの頭脳必要なの？クリスさん、これまで頭いい感じの発言は全然したことないぞ。クリスさん頭いいキャラなん？意外と知らなかったな俺。ヘリから降りてきた仲間に岸田さんはそう命令する。くっ。同時にクリスさんがうめき声を上げた。クリス。どうやら足を撃たれたようだ。ほっとすることはできないが、致命傷ではないようである。安心する。だけどイズキ、問題はあっちだ。あのままじゃイズキは連れ去られてしまう。くっ。何もできずに終わってしまうのか。おっと、動くなってやってた。岸田さんは迷うことなく、イズキの頭に銃口を突きつけた。なんてやつ。イズキ、大人げない。こうなってはこっちは誰も動けない。そんなことをして、絶対に許さない。だったらお前に誰が出て、さっさと連れて行け。岸田さんが再度仲間に命令する。すると、その時だった。このゲームなんかするとその時だったっていう言葉は多いけど、何が起こる今度。え？いやー、すみませんね。それは聞けないんですよね。めっちゃうざそうな人が出てきた。なんだお前は。聞き覚えのある間の抜けた声。何？岸田さんの仲間が急に岸田さんの腕をつかみ、組み伏せ、その体を地面へと叩きつけた。誰？その拍子に拳銃は地面に転がっていく。何が起こったのか分からず、しばらく唖然としたまま、
呼吸をするのも忘れていた。大野さん、稲さんの言葉にようやく頭が働き始める。ヘリのライトで逆光になって分かりづらかったが、岸田さんを抑え込んでいるのはあの大野さんだった。大野さん、お前いいところ持っていくな、お前。しかも何このドアップの画像、めっちゃかっこいいやん。何、残念イケメンやけど、ここまで綺麗に組められたら大野さんの株だだ上がりですやん。ずるいよな、ずるいよなお前。こんなさ、いつもふざけっぱなしでさ、周りの人間狂わせておいてさ、やるときはやるって、お前ずる、もうずるいやん。もうずるい人間ベスト10に入るぞ、もう俺の中な。いやー、せっかくお祭りだったのにさ、あんたたちこんなことを企んだら無駄。おかげで一回本土に帰らなきゃいけないし、すっげえ大変だったんだぜ。あんたらのヘリの運航許可取りに消したり、抵抗する連中捕まえたり、そういう面倒いのことを嫌いなのに全部一人でやんなきゃいけなかったしさ。絶対に一人でできないことをさ、平然と一人でやっちゃった。大野さん、なんのお前、できる、実はできる人だったんや、大野さん。おかげで帰ってきたこの時間ですよ。斉田さん、すっかり終わっちゃったし。斉田祭の間に行っとったん、小野さん。起点聞かせすぎだろ、お前。ほんとや、好感度マックスや。あと、岸田さん、こんな顔だったんや。いや、なんか、窓サイエンティストみたいな顔しとったんや、岸田さん。なんだ、お前が。お前を押さえつけられながらも、岸田さんは必死に抵抗する。しかし、小野さんから逃げることはできなさそうだった。一応知ってますよね。あんたも一般人にしていいことと悪いこと。あんたらに許可が出ているのは汚染された人間の方だけ。だからそれはそれをやっているところだろう。まあ結果はそうだったけどさ、伊豆木がロバートにやってこなければ一般に裏地して取り付かせる気だったでしょ。そんなこと知らないかもしれないから言っておくけど、一応あなたたちのところにもスパイ入っているんだよね。え、誰なんだ。だから俺は全部知ってんのよ。クリスちゃんが自分を犠牲にしようとかしたことも、それをあんたがとどめたことも。大野。親友かっこ仮の、なんか、ことまで知ってるって、大野さん、どんだけいい人やねん。ただのバカじゃなかったんや、大野さん。くそ。岸田さんはまだ抵抗の意思を示し続けている。だが、今、私の言っていることは、他ならぬ。汚染個体の保護だ。それまでの行動に非があるかもしれない。だけど結局一般人の誘拐も裏地もしていない。結果的にはだろう、結果的には。今やってることは本来我々に許可されている行為のはず。結果だけ見れば私の行為には非はない。中央委員会と言ったってここまでのことをする権限があるのか。それを聞いた大野さんは鼻で笑い、すんなりと、ないよ。わあ、いつもの大野さんに一瞬だけ戻った気がする。今、岸田さんの言葉を認めてしまった。な、なんだった。ここまでしろなんて誰にも一言も言われてない。今俺はさ、味方したい連中のために勝手に動いてるだけ。イーナちゃんやクリスタが困っているからこうして助けてるだけ。もちろんピョーちゃんやリョウスケたちもその中に入ってるからな。はあ、大野さんかっこよすぎるやん。これバックのさ、背景と綺麗にかっこよさをさ、相乗効果で上げていくのがすごいな、大野さん。あーずる、大野さんずる。これニコ動だったらさ、大野さんマリパネースっていうタグができとうけんな。あ、ひよこちゃんやってよ、お前、惚れちゃったみたいな顔してるやん。例えば今回の件、計画クリスが立案してそれは正しいことであると自信を持って行動したいのなら、もしかしたら俺は伊豆木をさらう側だったかもしんない。ああ、親友。でもクリスは嫌々付き合わされたもんやもんだろ。今回のことはアンドが計画的に計画したことだしね。別に何をどうこう言うつもりはないけどさ、アンドが今こんな格好悪い姿にさせられているのは、ただ純粋にアンドが今回俺の敵だったからそれだけなんだよね。出た、決め台詞、大野さんの決め台詞。ただ純粋にあんたが今回俺の敵だったからそれだけなんだよね。かっこいい。いつもの大野さんからは口からは出なさそうな言葉やけど、めっちゃかっこいい。
今度俺の決め台詞にこれ使おうかな。あんたが笑ったのはただ純粋にあんたが今回俺の敵だったから、それだけなんだよね。覚えとこう。なんだと。はい、3回目のブリーチ入りました。実際今日は1日の自分の行動を追い出したね。すげえ悪役じゃね。ジェンロを救ったね。確かにそれは立派だと思うし尊敬もできる。でもさ、救いたい気持ちが暴走していろんなものが見えなくなったら、そんな風に敵を救っちゃうんだぜ。そんでうまくいかないんじゃ結局意味ないじゃん。くクリスチャンなんて小鹿のように弱いしくてさ、言ってることとやってることがブレブレになっちゃってる時もあるけど、でもすっげえ味方してやりたくなるんだよね。そういうことなんだよ。おっさんも誰かが味方になってくれるような役をしないよ。何かしたいことをする、助けたい人を守る、そういうことはさ、結局そういうことなんだと俺は思うんだ。岸田さんはようやく抵抗をやめおとなしくなった。それを見て大野さんがこっちに顔を向ける。凌介、やることあるんだろ。こんなところでまだ怠けないで早く行ってこい。あ、はい。僕は伊豆に駆け寄って抱き起こし背中に背負った。という大野さんのめちゃくちゃかっこいいところを見たところで、今回はこの辺で。何にせよ大野さんのおかげで、てかみんなが頑張ったおかげで伊豆が救出できました。よかったよかった。というわけで次回あたり、もしかしたら伊豆を元に戻すために頑張るんかなって思って、とりあえず一安心です。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。もうなんかさ、イレギュラーにイレギュラーがどんどん重なっていってさ、その結果的にすごいいい感じの救出劇になったなって思うよね。これでさ、イズキを無事に連れて帰ったらさ、今度は歩が敵に取り憑かれとってさ、クソーってなるのはやめてくれよ。